AFC プレジデンツカップはアジアサッカー連盟が主催するクラブチームによるサッカーの国際大会である2005年から2014年まで開催された2002から3年度から始めた AFC チャンピオンズリーグでサッカー発展途上国の参加を辞退したチームが多かったことや実力差に大きな開きがあったことから出場枠を見直しチャンピオンズリーグは AFC クラブランキング上位14カ国のリーグ戦、カップ戦の優勝チームに絞り、その次のクラスの国には AFC カップの出場権を与えることにした。さらに29位以下のサッカー発展途上国、弱小国のリーグ戦優勝チームの中から8カ国を選抜して、セントラル方式で2005年度から大会を行うことになった。二千五年度はネパールで開催され、同国のほか 台湾、キルギス、カンボジア、タジキスタン、ブータン、パキスタン、スリランカのリーグ戦2004年度の優勝チーム8、チームが4チームずつ2組に分かれて1回総当たりを行い、その後上位2位までの4チームで決勝トーナメントを行う。その結果、タジキスタンのレガール・タダズが、キルギスのドルドイ・ディナ・モナルインを下して、初代優勝に輝いた。2008年度以降、 バングラデシュ、ミャンマー、トルクメニスタンが加わり、現在は11カ国が参加して行われている。2011年度よりパレスチナの参加が決定したため、12カ国が参加しての大会となる。2012年度よりミャンマーは AFC カップに参加することになったため AFC、プレジデンツカップには参加しない。また、新たにモンゴルが参加することとなった。 2013年度よりタジキスタンは AFC カップに参加することになったため AFC プレジデンツカップには参加しない。2014年度よりキルギスとパレスチナは AFC カップに参加することになったため AFC プレジデンツカップには参加しない。また、新たに北朝鮮が参加することとなった。2013年11月25日 AFC 大会実行委員会は、 AFC プレジデンツカップ2014が AFC プレジデンツカップの最後の大会になると発表した。AFC プレジデンツカップ2014の決勝ステージに進出した6チームは AFC カップ2015プレイオフへの出場資格を獲得する。また2015年以降は集中開催方式で予選を行い AFC カッププレイオフに進出する6チームを決定する。 ありがとうございます。